こんにちは、ドイチャンネルバドミントンです。今回の動画は元 SJ リーガー森田さんの劇的コーチング3本目ダブルスのレシーブについてご指導いただきました。シングルス好きなドイのいつもの流れというわけでもなく、さらにドイの登場は今回少なめになり、番外編的な動画になりますが、とっても貴重な練習だったことからぜひ YouTube に残したい、そんな思いからお届けしております。ぜひ最後までご視聴を楽しんでいただけたら幸いです。それでは動画の方に入っていきたいと思います。森田さんからのアドバイスをいただきながら取り組むノック練習。この暑い中にもかかわらず気がつけば30分が経過。だいぶお疲れの様子になってきたのかと思いきや、精力的に練習に取り組むメンバー。カメラに収まらない場面でも森田さんの指導は続く。そして熱心に耳を傾けるメンバ以上、森田さんのレシーブコーチングでした。後ろだけやってもらっていいですか。後ろだけ、後ろだけ、はい、最後は土井のノックで終わります。前回の動画でチェックしていただいたフォア奥の入り方と、前々回の動画でチェックしていただいた体の開きをためる感じと、森田さんからいただいた2つのアドバイスをチェックしながら、本日最後のノックを取り組んでいきます。貴重な機会をいただいた今回の練習は、11月の全日本シニアを見据えて取り組んでいることを踏まえると、今のうちにアドバイスいただいたことを修正していき、11月には発揮できるように取り組んでいきたい、そう心に決めた練習となりました。
森田さん本当にありがとうございました。それでは最後にノック後に思わずつぶやいた一言をお聞きください。片付けましょうか。はい、片付けました。いやすごいね、すごい。